おおってこれ分かります。空心菜パックブーケティバジサン。あ、バジは分かってる。キティエキルチャリスンだ。1キロも、いや食べたいけどこれ。アダギルだよ。あ、そう、ブルガオにはあるのよ。あの、もう無農薬なの分かるんだけど、空心菜、僕も大好きな。バイタラキレオ、こんなにありがとうございます。だから1キロ40っていうから20っすよ。日本で空心菜が高いよね。20っすよ。ありがとうございます。ちょっと動画撮るのがすげえ久しぶり。結局モトローラのスマホを買ったけど今手元にないです。で、今日見かけた市場で本当偶然見かけたっていうか、あると思ってなかったのに見かけた瞬間はカメラ撮ってなかったからだけど、僕的には衝撃だった。パクブンファイデンです。パクブンファイデンね、パクブン空心菜です。だからそれをパクブンファイデンにしました。うん、ニンニクと辛みが効いて、タイのねパクブファイリンって好きじゃないですか。日本人旅行者結構好きだと思うんだよね、あれです。ただタイのあれにはなんだっけ、名前忘れした、なんかタイなんとか味噌みたいなのが入ってて、タイのなんか味噌を入れるんだよね。だからそれがないんでパクブファイリン風なんだけど、インドで空心菜見かけてたから、あとオイスターソースがあったらオイスターソース使った方がいいね。ただ今ちょっとないんで、ダークソイソースと味の素だけでやったけど、それからこれね、せっかくインドでカーコーダーを見かけたんで、インドらしい食材ということで、野菜ということで入れてみました。先に炒めた、もうねほぼゴーヤだねこれ。うん、ただゴーヤでも柔らかいかな。まあゴーヤとほぼ一緒っすね。うん、でまあニンニク、インドのニンニクちっちゃいからグラインダーで回して小さくしてるから、ちょっと皮がいっぱい入ってるんだけど、皮つるからね、1時間で終わらない。カーコーダーは入れなくてもいいんだけど、まさに空心菜。そうそう、1キロ40ルーピーって言って、500グラム20ルーピーだから、20ルーピーってことは30円だから、あれ安い野菜なんだよね。野菜時期になると、1キロ10ルーピーになる時もあるって言ってた。ただそんなに売ってないです。この町では初めて見たし、今日一周して回ってきたけど、空心菜。あの店で見かけて、その後もう一軒ちょっとちょうど小さめのを見かけたぐらいで、市場をぐるっと回ったけど2か所しか売ってなくて、地方であんまりねポピュラーでもないし、チャイヤで見せたら知らねえっていう人ばっかりだったんで、チャイヤのお母さん、チャイヤの主人のお母さんだから、まあばあさんだよね、ばあさんは知ってたね。うん、でばあさんがだから一番安い時は10ルピー、1キロ10ルピー15年だよなんて教えてくれた。ちょっと下のカメラの容量がいっぱいなったみたいで撮れなかった。そういうインドで作るパクブンファイリン空心菜炒め、インドの調味料プラスタイの輸入品のナンプラーだけ出して食べました。ニンニク効かせて、今辛いの好きな人だったら辛みも効かせればご飯が進みます。これだけ。あれっていくら？ラスに切って？ラスのソーカパオ。ソーカパオなんだ。ちょっと高いね。いや、またにする。ありがとう。ダニア切って？マチャーズグランビスタ。ディース。なる。ね、熱くなる。え、ミュウちゃんで俺いらない。赤唐辛子買ったら。寝つきなんでね。中も来るから。
ਸੀ ਕਾ ਲੈ ਲੋ ਪਾਵਾ ਬੜੋਲਾ ਬੜੋਲਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ 30 ਕੇ ਪਾਵ 30 ਕੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵਾਨ ਪਾਵਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬਦਾਉ 30 ਕੇ ਛੋਟ ਮੈਂ ਨੋ ਯੋਡ ਮੈਂ ਸੇ ਬੜੋਲਾ ਆਦੇ ਆਦੇ ਕਿਤੇ ਅਦਰਾਮ ਹਾਂ 30 ਕੋ 30 ਕਿਆ ありがとう。ちょっと長かったけど、歩いてる時に、いつも行くチャイヤの親父に、なんでお前爆分好きなのか、俺の知り合いのところにいっぱい入ってるからいくらでもやるよって言われたのと、さらにパラタヤのおばちゃんにも遭遇して、今日来てないじゃないっていうか、昨日も昨日あんた休みだったでしょという会話をしました。ではバックファイリー、僕好みのを作るためにはこれニンニクだよね。もうね、あのオイスターソースがなんちゃらとかって言ってるよ。ニンニクさえ効かせればあとはなんとでもなるんですね。だからニンニクを今探しているんだけど、あのちょいちょいあるんだけど、なんかいつもね、このマーケットにニンニク買う店はね、いつも固定で決まってて、いつもこの辺にいるんだけど、今日いないんで、そこのニンニクが一応香りがあって、すぐ、だこれ全部もう売ってる人がそのまま栽培、生産者だから、毎回同じ味っていうかさ、品質なのよね。だから、まあ、いいんだけど、ニンニクが欲しいんだよ、ニンニクが。でもいつも同じ店で買っちゃうから、その店が今日いないとどこで買えばいいのかわからないっていうね。あれマジで困ったな。ए भटा ककरी कद्दू ले जा मत। 200 ₹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 200
スマホがカバンに入ってなくて置き忘れちゃった。帰ります。